ささやき一つでたやすく変わる。ささやき一つで世界が変わる。こんにちは、今日は新環境の、ナーフ後の環境というものを撮っているんやけども、まあジンジャーっていうかのね、これ私まあナーフされる前っていうのは一回も使ってなくて、ナーフ後になってやっとね手が回るようになって、ちょ今から使っていくんやけども、今このジンジャーウィッチっていうのが世界1位ナンバーワン、歌舞伎町ナンバーワンのシャドーバーサーカーの、ウィッチということで、今ね一番環境で強いと。まあそれにはやっぱエイラの、弱体化、そして復讐ヴァンパイアの低迷化によるものであると。まあ二大最強デッキっていうのがまあ今のところまあ衰退期に入っていく中で、まあ今ウィッチの需要っていうのがね、うなぎ登り、もう直角に上がっていく、そのなんかなだらかな動きとかじゃなくて、もう直角にボーンとねタワーが立つみたいな感じでボーンと今伸びてるデッキなんで、まあこちらをね使っていこうと思うんやけども、まあやっぱりこのラブニーモニカっていうカードが進化権をね永久的に使えるっていうのが、やっぱこれ1枚のカードですごい進化権がすごい助かるという点と、まあジンジャーっていうカードが自分のターン中自分のフォロワーが進化した時、自分の手札のこのカードのコストをマイナス1すると、まあ要はドロシーみたいな感じで、まあ進化をするごとにコストが下がっていくと。でファンファーレでジンジャーの限定を1枚手札に加えるんやけども、まあ進化すると自分のターン開始時ジンジャーの限定1枚を手札に加えるを持つと。なのでジンジャーに進化権を切った方が、まあなおね神社の限定加えやすいんで、かなりまあ強い動きはできるっていう感じだね。でその神社の限定の効果っていうのが、手札のフォロワー1枚のコストを1にして攻撃力体力を11にすると。まあサタンを出したりゼウスを出したり、まあそこら辺はねもう強いのは結構今の環境みんな見てきてると思うのでわかると思うんやけども、まあ基本的にはフニカルとかヤブンハールで進化権っていうのを進化使わずに勝手に進化してもらって、神社に進化権を切ってゼウスやサタンで決めていくというようなデッキになってる。で今のなんか横展開のデッキに対しても窓機械、まあ、機械窓のゴールも入ってるので、横展開にデッキに対してもかなり強く立ち回れる。そしてこのマシンブックソーサラに関してはめちゃくちゃ強いと噂されてるカードで、まあ機械軸でちゃんと盤面取りつつ、神社やゼウスサタン、こういう主体的なね、感情を持った、最強のカードを、入れてると。まあめっちゃ強いので、もうねこのデッキを見た瞬間に作る、もうデッキその動画を見て作るとかじゃなくて、デッキを見たら作る、そういうイメージをねインプットしてほしい。私の動画を見たら、あ、デッキ強って思ったら、デッキを、動画を見ずに、デッキを作ると。まあちょっとね、新環境の、ナーフ後の、ジンジャーウィッチの強さというものをちょっとね、見ていきたいなと思います。壊しました！やっぱりナーフ後の環境ということで、ネクロマンサーがちょっと増えたかなーというイメージはね、まず、いやーやかん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 、小坂すぎるだよ、舐めている、ノーゼウス2枚しか入れてないのに、いった、足が痛いよ。おい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 、どうなってるんだよこのハゲ野郎がよ。お前ぜなんなんこのジジイばっかよ。豚の丸焼きの串焼きにするんぞ。ちょっと待って、ゼウス2枚しか入ってないの、なんなんこれ。まあ神社来てくれてるのも、もうやめてよそういうことするの。2コツ3コツ以下のカード、あーまあ、うん、これもうサタンをまあ防ぐしかないな。うん、それしかなさそうやね。絶望せよ。この運の悪さというものを次のターン呼吸とスカードで補うことができればワンチャンあるかなって感じだね。ただアスタルト、まあ、天悪とか氷魔とか強いんやけどね。これ相当手札事故ってるよ。まあこれで勝てばまあそれはワッショイワッショイって感じやけどさ。にょ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 、あのさ、何回も、いやだってそういうデッキじゃないんだよな。ていうかこれサタンも2枚しか入ってないよ、ゼウスも2枚しか入ってない、サタンも2枚しか入ってない、なんで同じ。もう嫌やわこのゲームやるの、もう自分嫌やねん、もうそんなことばっかりしてきてさ、しょうもない。あ、名義で決めようっていうコンタンか。ただ天役っていうカードをデッキに加えてるので、まあサタンの効果を得ればね、まあ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 横展開されるよりは緩い動きではあるよね。まずは
とりあえずあのかなりこれ手札事故ってる。だからほぼ負けが濃厚なんやけども、諦めんなよ、俺だってこの寒い海の中シジミがドゥルルって頑張ってんだからよ、諦めんなよ。私はねこの程度のね、この程度の手札で諦めることはない。今までクランを乗り越えてきたんだ。私はこの絶望を乗り越えてみせる。いくらこの手札がゴミであろうが、いくら手札から見逃されようが、私はこの手でこの運命を変えてみせる。お前らこれを見とけよ、絶対に運命を変えて勝利まで導くからな。ちゃんと眼球を星繰り出して見とけよ。あ、進化しないよ。ゆうちょ銀河はこのハゲ野郎がよ。運命はまだ私に味方している。まずは一点ね。まずは一点目。ラブリーキュアリーブルーベリー、ブルーベリーアイアイブルーベリーやブル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 アイアイブルーベリーや。まずは一点目。まあゼウスで変わることができるからね、ここはもう横展開したいけど、まあ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 横展開した、あーまあ横展開するから、魔女は私の魂を見ろよ。いいね。まあやっぱこのラブリーモニカが進化権をいっぱい使ってくれるから非常に優秀やんね。このモーラが優秀やね。さあこっからどう来るか。冥府を使っても54が取れないから、エンハンス6で使うのっていうのはちょっと考えるべきところやね。次のターンジンジャー進化行って、ゼウスを拝ましてやるからよ。覚えておけ。俺の名はレリー。覚えておけ。てかジンジャーに進化権残さなあかんっていうのもあるんやけどね。まあ、ボンキルも全然強いんやけども、やっぱ進化させたいね。にょ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 、小賢しいことするんじゃないや。うえへい、運命はまだ私に味方している。終わりにしようじゃないか。運命はまだ私に味方している。進化権が余るということは変わってくるだろう。ここは変われ、変わる世界のもとに私はそれを促す。終わりにしようじゃないか。だがな、2-4で終わるのはちょっと弱いよね。だから進化権付与できるけども、なんかゼウスとかで攻めていくというカウンターも全然強いから、ジンジャーここで生かしてもらうか。か、いやー、まあでもゼウスをゼロで出すっていうのは2枚しかないからね、結局もう一旦でいいと思うんで、ジンジャーここで行こうか。ファンファレ加えるんでね。まずは、1点で。そして、神社の言葉が、コスト1にすることができるので、次のターンか進化とか掛け合わせがね、いろんなことをやっちゃうよ。まずは、天に。ボンボコ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 やっちゃうよ。いいね。さあ、こっからやね、次のターンから終わりという地獄の名目上の魂を見せてやるぜ。しかもこのゴーゴーのスタッツもね、結構うざいと思うよね。あえて進化使って取って冥府を置くとかね、その辺のこと考えない。まあでも何回も言うけど、これ最初めちゃくちゃ事故ってるから。本当はもっと強い動きできるんやけども、これなんかめっちゃ事故ってるから、見てもらって分かってると思うけど、3ターン目ぐらいか4ターン目ぐらいまで何もできてないから、それでもここまで戦っていけるこの力強さ。まあ夏に咲くタンポポのような根強い強さはあるわけだ。ソウルコンバージョン奥でシャキー。ただこれジンジャーっていうカードのスタッツが高すぎるあまり、進化を使った相打ちしないと、ジンジャー残すとなると、次のターン怒り来る氷まで、勝ったわ。まずは、まずは、まずは、一点目。ステージの血は血に尽きる。ここで進化権を使うことによって、手札を一枚加えるを持つことができるんだ、シャギー。終わりにしようじゃないか。すべての次元の戦いに終止符を打とうではないか。進化権をこれで回収していきながらとかできるかね。我は金玉、金の玉をもろい取るものだ。我は金玉なあ。クソタコやんけよ。これ、いや、これ、まあまあでもなー、まあまあ、まあ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 、なんか
すごいデッキやなこれ、ね、マシンエンジャーは転薬ってかそのねこれで使えるからちょっと考えは なしにしとくか。怖い弱、なんだこいつやばすぎだろうがよ。何回も言うけどあの手札ちょっと事故ってた。でもサタンをしっかり2枚打てたからこそ転薬とかイカルクルー氷魔とか引けてるから、まあ実際サタン出したみたいな感じにはなってるからね。そこがまあまあ、あ救いの部分やったな。そこで3コスちゃんと置いといた。マシンエンジェルを置くんじゃなくてしっかりと3コスを使った。それが私の勝敗の分け目なんだよな。ムン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 、おいでなさい。世界の鉄板は美味しいんだね。まあ神社を放置したことが相手の範囲になるだろうな。どういうことかというと次のターンゼウスを1コスで出せるわけだ。そうなれば貴様の体力10点しかないわけでしょ。でいちいち当てるしかないじゃん。どうしてくれんのこれ。うん、都会の撤廃は一緒なんだね。こいつはもうネクロとか何のクラスとか問わずどんなクラスでもいるからね。はい、終わりにしようじゃないか。すべての次元に終わりの終止符を打とうじゃないか。まずは1点目。そしてここでマシエンを張りながらゼウスを出すと。そしてゼウスを出すのポイントなんやけど、まずは進化圏をしながらゼウスの能力の効果を打ちてあげなのが進化4回をいけ。我は金玉ゴールデンボールを舐めたいんだな。たまにはやるじゃないか。さっきクソ弱かったけど、手札事故ってなくてぶん回った時っていうのは、まあ、実際にみんな自分でデッキを作ってみて、試してみてください。まあ、結構ね、面白いデッキやったね。ゼウスがおもろかった。